お配りしました配布資料の1をご覧ください。プレス用の1枚ものがございます。今回徳島大学総合科学部は2021年度の後期の専門科目地域政策論のテーマを観光まちづくりとし、その一部をイースト徳島観光推進機構の観光コーディネーター養成講座および徳島県観光政策課の徳島観光アカデミーとの共同企画によって連続公開講義全7回として実施いたします。内容はですね、その裏側にチラシをつけておりますが、全国の第一線で活躍中の観光地域経営のプロフェッショナルの方々をですね、講師にも招きし、大学生と一般市民が共に学ぶ機会を提供いたします。日時は11月から1月の毎週月曜日18時30分より、総合科学部の講義室からですね、授業の様子をインターネットによる中継配信で行う予定となっております。で、その後この授業のですね、目的経緯スケジュールについて文章になっているんですけども、ちょっとややこしいので図解をですね、2枚つけておきました。画面の方お願いします。で、これは年表風になっておりまして、ちょっと画面の前のプロジェクターの方をご覧ください。徳島大学が左側、真ん中がイースト徳島、右側が徳島県の取り組みです。で、徳島大学は2015年に文部科学省の COC プラスの採択を受けまして、この科目はですね、2017年度からスタートいたしました。総合科学部は、観光まちづくりというテーマを掲げましたが、独自でこれを展開することなかなか難しいということで、経済研究所の当時専務理事であった田村様のお力添えで共同企画ということでスタートいたしました。で、2019年度新たに発足しましたイースト徳島観光推進機構の勇専務理事と協議の上、これをですね、共同で開講しようということで、その横を広げてですね、一般市民と大学生が同じ教室で学ぶという授業がスタートしております。で、今年度、さらにこれにですね、徳島県が開校する徳島観光アカデミー、今年2年目なんですけれども、初めて3社共同、産官学揃い踏みでですね、広く学ぶ機会を提供するということになりました。で、これカレンダー風になっておりまして、この地域政策論という授業は後期10月から開講しておりまして、1月まで続きます。3部構成で、一部は概論の講義、これは私どもの専任教員と非常勤講師で行っています。で、この後7回の、そのゲスト講義がありまして、1月2月には学生によるワークショップを予定しています。で、これにですね、イースト徳島様の観光コーディネーター養成講座を連結し、さらに徳島県の観光アカデミーの講座、そのうちの一部をですね、重ね合わせる形で実施することになりました。で、詳しい、それぞれの県と DMO のその募集の方法とかについては、それぞれ説明いただきます。着座でご案内申し上げます。改めまして、イースト徳島の渡辺と申します。この度は徳島大学様、そして関係者の皆様、このような機会を与えていただきましてありがとうございます。で、今豊田先生からご紹介にありました、私どもイースト徳島観光推進機構でですね、徳島大学様、徳島県と連携してということで、先日私どもの、プレスリリースの方でも、同様のですね、内容を発表させていただきました。で、実際に、おととしから、ご一緒させていただいているんですけれども、観光コーディネーター養成講座ということで、私どもとしては外部のですね、トップランナーといわれる各界でご活躍をされている方、皆様、そういった講師の方をお呼びして、受講される皆様にですね、いろんな分野で気づき学びをいただきたいなという観点からご一緒をさせていただいている次第でございます。で、今お手元のですね、このちょっとカラー刷りの資料の方なんですけれども、学生の方だけでなくですね、一般の方々にも
広くご案内をして受講いただきたいということで、今回からですね、社会人の方にも受講いただきたいということで、この右下の方にですね、お申し込みのご案内等を QR コードを含めてご紹介をさせていただいております。ちょっと字がちっちゃいんですけれども、でこちらの方をですねクリックしていただきますと、お申し込みすぐにできるような形になっておりますので、重ねてですね、こちらの方も広くご案内の上、たくさんのお申し込み、お待ちしている次第でございます。私の方からは以上でございます。徳島県観光政策課の曽上と申します。着座にて説明をさせていただきます。徳島県におきましてはですね、2025年のですね、大阪・関西万博を控えておりまして、今後国内外からの本県への誘客を進める上でですね、チャンスと捉えております。それにつきましてですね、観光人材の不足戦力強化、次世代の担い観光の担い手育成の場の目的としてですね、徳島観光アカデミーを2020年度から開校させていただいております。で、今回、徳島大学さんとですね、イースト徳島さんとですね、同じような人材育成をやっているならば、どうせなら共同でやらないかということでですね、お話をいただきましたのでですね、ありがたくですね、合同、我々もですね、後乗りではあるんですけれども参加させていただくことになりました。徳島観光アカデミーのですね、講座の内容としましては大きく3コースに分かれております。まず最初に4コース共通講座というものを4講座受けていただきまして、その後はですね、ビジネスコース、チャレンジコース、地域で活躍コースとですね、それぞれ目的、対象を分けております。ビジネスコースとしましてはですね、観光従事者でありますとか、主に社会人の方を対象にしております。チャレンジコースにつきましてはですね、時代の担い手ということでですね、主に高校生でありますとか大学生でありますか、もちろん社会人の方も歓迎しております。で、地域で活躍コースにつきましては、地域で活躍するということでですね、主に観光ボランティア、あとはアクティブシニアさんとかをですね、対象にですね、講座を開いております。申し込みにつきましてはですね、別店のチラシにですね、我々も QR コードをつけておりまして、フォームで簡単に申し込めるようになっておりますので、こちらの方からですね、もちろん、申し込み用紙からのですね、メールおよびファックスでもですね、受け付けさせていただいておりますので、よろしくお願いいたします。当方からは以上です。